皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日なんですけれども、こちら、ポ<ン>新しく買いましたマーチング用スティックについてですね、ちょっと紹介していきたいなと思います。 まあ、なんでこれを買ったのかっていうところと、これを使う、このね、このマーチング用スティックを練習に使うそのメリットっていうところですね。紹介したい。で、もし気になった方がいれば、ぜひ購入して、こう一緒に使ってもらいたいっていうことですね、えー、今日の動画やっていきたいなと思いますで。私が買ったスティックなんですけれども、えー、こちらですね。はいっと。えー、ビッグファーストのジョニーリレーモデルというやつですね。マーチングのスティックになっております。 で、私が普段使っているビッグファースの 5AN なんですけども、これと比べると、もうね、太さがね、全然、ちょっと見づらいですね。全然違う。これほら、全然、わかるかな全然違うんですよ。で、そのスペックをね、紹介したいなと思います。この普段使っている 5AN、BIG FIRST の 5AN なんですけども、太さが14.4ミ、mm、リ、直径14.4ミ、mm、リかける、長さが407ミ、mm、リ、40センチと7ミリになってます。 で、重さがですね、1本、えー、48g ですね。測りで測りましたら 48g、1本 48g でした。で、こちらのマーチング用スティックなんですけれども、なんとですね、太さが 18.2!18.2mm <laughs> あります。えー、5AN が14.4だったんで、そうですね。3.8mm も太い。太いです。3.8mm も太い。そして、長さが 4、mm、<laughs> 3 2ンチということで2 5ンチも長いそしてですね重さですよ重さ重さこれ聞いてびっくりしないとけいですねびっくりしないでください重さなんですけれどもなんとですねこの1本で 91g5an が49でしたっけ48だ48だったのにこっちは9 1ラもありますもうちょっとで1 0 0ムです 非常に重いということでマーチング用スティックの特徴としてはですね太いそして長い更、まあ、にその分重いというのがとてもねこう特徴ドラムセットのスティックに比べると特徴になっておりますじゃあドラムセット用のスティックと何が違うのってねこの練習をする上でそこを紹介していかなくちゃいけないということでそのポイントをですね紹介していきます。 でまず1点目なんですけれども、まあ、さっき言ったように太い太いということはその分この手に触れる面積が大きくなるっていうことですよね、えー、より多くの部分で手でねこうスティックを触ることができるで太い方こうね手に触れる面積が大きい方がコントロールがしやすいんですよこの細いスティックよりも太い方の方が 手に触れてる面積が大きいい方がコントロールしやすいあの皆さんペン回しってあるじゃないですかこういうこうくるくる回しでくるくるくるっていうペン回しなんですけどもあのペン回しですね練習するときに最初こうペンじゃなくてこうスティックみたいな太くてあの長より長くて重いやつでやった方が回しやすいんですこういう小さくて軽いやつよりもね回しやすくてでこのスティックもあの細いやつよりもこの太い方が手に触れる面積が大きい方が 扱いいいやすすいという、ね、利点がありますなのでこの太いというところで言うとまずコントロールがこうしやすくなるっていう点がです、ね、あるんですね。で次に、えー、重ささっき重いっていうね、えー、43g ぐらいこう1本につきね重いわけなんですけれども重いと何がいいかっていうとこの跳ね返るこれですよ。このってね この跳ね返りがその分大きくなるので、この跳ね返りを感じやすい。跳ね返りを感じやすいので、例えばダブルストロークロール、こういう練習だったりとか、あと片手での三だね。っていう練習なんかをやるときに、この跳ね返りを感じやすいっていうメリットがあります。 なので、この跳ね返りを感じ取りやすい、この自然の力ね。自分の力でね、こう、おりゃ、おりゃ、おりゃってやるんじゃなくて、スティックの自然な動きを感じながら、それを練習に取り入れることができる。というメリット。そして次なんですけれども、これ重い。ドラムセット用スティックより 40g 以上ね、片方重いんで、まあこう、振るのが大変なんですよ。重いんでね。振るのが大変。ただですね、これでしばらく練習するじゃないですか。こう、ビーっていうふうにね。 練習するでしょで。その後にこのドラムセット用スティック持つとめっちゃめっちゃ軽いのこれびっくりするぐらいびっくり手に持ってないんじゃないのって思うぐらいほんと片方 40g ぐらいしか差がないんですけどその差がねすごいこれあうわって思うぐらい軽いほんと楽に振れるんですよなのでこのね重いスティックで遠心力をねこう感じながら振って で、それをその後でこの軽いスティックに持ち替える。そうすると、うわっ,っていうふうにね、なるわけです。あの、イメージとしては、皆さん野球見ますかねあの野球、プロ野球選手とかそうなんですけども、こう、次打席に入る人が、その打席に入る直前に少しこう、重めのバット、マスコットバットっていうんですかね、を振って、こう、遠心力を感じる、うん。少し重めのバットを振った上で、 自分のバットを持って打席に入るっていうねこうことをされる方が多いと思うんですけどそれと一緒ですよこ,うこれでこう遠心力重さを感じてこうね振る感覚っていうのを感じてそれをこっちに持ち替えるとすすすごく楽に振れます本当に楽にににれれまま本当なので練習パットでの練習に関しては基本的にこっちだよね。 手をトレーニングして。で、さすがにこれでドラムセットを打つわけにはいかないんで、この重さと太さのやつでね。ドラムセットを打つ場合の時に、まあこっちで。まあこっちでももちろん練習パッドの練習とかやりますけど、ドラムセットをやるときに、こちらのスティックに持ち替えてやるっていうような感じです。なのでですね、このマーチング用スティック、非常にこう、スティックコントロールの練習にはいいかなと、ね、使ってみて感じてます。例えばですね、まあちょっとなんかフレーズをやってみましょうか。ここで練習してみましょう。 私が最近やってるのがですね、えー、ダウンアップ。右左のダウンアップの練習をこんな感じでやってます。ワン、ツー、スリー、フォー。 こんな練習であとは例えばシングルダブルパラディドルという練習ですね。 で、どんな練習にしても、やっぱりしっかりこう振る感じがあるっていうのと、跳ね返りがあるっていうのがいいですね。このマーチング用スティック。なので、こう、スティックコントロールの練習に少し変化を加えたい。ね、えー、っと今まで通常のスティックでやってたけど、ちょっと同じメニューだけど変化を加えたいなっていう方はですね、ぜひこのマーチング用スティックっていうのをですね、使ってみてください。マーチングの方たちはあれですよね。こんな重くてぶっといスティックをこう、ズーンって振り回すんだから、ます、あ、まっ、あ、すごいもんですよね。ね、あれぐらいこう、取り回せるように。 えー、なりたいなっていうふうに思っております。ということでですね、私がこのマーチング用のスティックをしばらく使ってみた結果、非常にこう感触が良かったので、これに関しては紹介させていただきたいということでですね、今日動画を撮影いたしました。マーチング用スティックはあの、いろんなアーティストさんモデルが、えー、ありますので、いただきます。ね。ネットでね、こう見てもらってサイズとか、 まああとととデザインとか、ね、色とか色々ありますんで見ててもらってただマーチング用スティックはね、どれも基本的にこう太くて重いやつなんで、えー、トレーニングにいいかなと感じております、えー。そんなことを紹介させていただきたくて、今日は動画の方を撮影しました。これをやることで少しでも皆さんの、ね、こうスティックコントロール、ハンドテクニックの上達につながれば、私としては幸いです。ということで、今日はマーチングスティックね、えー、使ってみた感想などの紹介でした。 もしこの動画が面白ければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということでまた別の動画でお会いいたしましょうバイバイ